これで無理なくデブ味方とさよならできる。今回の動画ではダイエットで我慢しない、これで甘いもの中毒が自然とリセットできるというテーマでお伝えします。ダイエットしようと思った時に一番ハードルになるのがこの甘いものではないでしょうか。食事を減らしてもお菓子は食べたいという方、本当に多いと思います。私もその一人でした。3食お菓子、3食菓子パンでも全然大丈夫だった人間なんですね。ただやめたくてもやめられない、それぐらいお菓子っていうのは中毒性が強いものなんです。しかし今回ご紹介する簡単な代用品を取り入れれば、我慢や根性に頼ることなく簡単に甘いもの中毒から抜けることができますよ。ということで、ストレスなく楽にスルッとダイエットに成功したい人はこの動画を最後までチェックしてくださいね。デブ味覚をリセットできると大好評の調味料ダイエット本を無料でプレゼント。詳しくは概要欄をチェック。そもそも皆さんが甘いものやお菓子をやめられないのは自分の意志が弱いせい、甘党だからそう思っていませんか？しかしこれって実は間違い。なぜならお菓子や甘いものというのはマイルドドラッグと呼ばれるほど中毒性が高いものだから。つまり意志の力だけで対抗するのは難しいほど誰でも簡単に中毒になってしまうものなんです。実際お菓子や甘いものを毎日のように食べているとドラッグと同じような症状が起こるんですよ。というのもお菓子や甘いものを食べて血糖値が急上昇すると脳にドーパミンというホルモンが多く分泌されます。このドーパミンは元気ややる気が出るホルモン、別名探求ホルモン、やる気ホルモンとも呼ばれています。しかし、お菓子や甘いものを食べることによるドーパミンの効果は、残念ながら長く続きません。そのため、またあの気持ちを味わいたいと、脳が無意識のうちにお菓子や甘いものを求めるんです。まさに中毒ですよね。しかも、血糖値が急上昇すると、反動で血糖値を下げるインスリンというホルモンが大量に分泌されます。すると、血糖値は一気に急降下。その結果、脳は危険を感じて急いで血糖値を上げなければと甘いものや糖質を求めてしまうんです。その上、血糖値が下がった状態では人のやる気は低下し、気分も悪くなり、イライラもしやすくなる。加えてインスリンが大量に分泌されるとお菓子や甘いものが脂肪として蓄積されやすくなってしまうんです。なぜならインスリンには糖質を脂肪として蓄える作用があるから。つまりお菓子を食べると脂肪になって気分が悪くなって、また甘いものが食べたくなるという負のスパイラルに陥るんですね。また血糖値が急上昇した時、人の体内では糖化という細胞の焦げが起こります。これはホットケーキの表面が茶色になるのと同じ現象、あれが体内で起こっていると思うとどうですか？恐ろしいですよね。そしてこの糖化は細胞の老化、炎症につながる。そのためお菓子や甘いものを毎日のように食べていると、ただ太るだけではなく見た目の老化や病気にもなりやすくなります。当然糖尿病をはじめとする生活習慣病になりやすくなる。加えてお菓子や甘いものに含まれる甘味料や添加物、グルテンは悪玉菌の餌となります。なので腸内環境の悪化につながり、肌荒れ、免疫力の低下、メンタルの不調、アレルギーといった様々な不調につながってしまう。それでも脳が欲してしまうのがお菓子、甘いものの怖いところですよね。まさにドラッグ。ただ今からご紹介する方法を実践すれば、我慢や根性ではなく簡単にお菓子、甘いものを求める味覚をリセットすることができますよ。普通のスーパーに売っているものでできる工夫なので、ぜひ試してみてくださいね。今回はわかりやすく3ステップでご紹介します。お菓子中毒のリセット法ステップ1、調味料を意識する。まず最初に無理にお菓子をやめるのではなく、毎日の食事の味付けを見直しましょう。というのも、日本人におなじみの調味料にはお菓子を食べているのと変わらないぐらい
砂糖や甘味料が含まれているものが多いから。例えばレシピを見ながら料理をしているとこんなに砂糖入れるんだとね、びっくりすることってありませんか？しかし調味料では砂糖以上に質の悪い甘味料が入っているものも多い。それは加糖ブドウ糖液糖、異性加糖と呼ばれるもの。これらは砂糖よりも血糖値を急上昇させるもので、さらに太りやすく不調の原因にもなりやすく中毒を起こしやすい。この甘味料は例えばドレッシングや麺つゆ、納豆のタレ、鍋のつゆ、ポン酢などによく含まれています。これらは普段何気なく使っている人やむしろヘルシーだと思って取り入れている人も多いのでびっくりですよね。なので市販の調味料を買うときはまずこの甘味料が入っていないかをチェックして、せめて砂糖のものを買うようにしてください。そして自炊するときは砂糖ではなく本みりんを使用することがおすすめです。私がよく買っているのはこの本みりんと、あとは三河みりんもね、結構気に入ってよく買ってます。これらは、甘味料が含まれていないのにコクがあるので自然な甘みと風味をプラスすることができます。本みりんでは代用できない料理のときはみりんを煮詰めて作るシロップ、煮切りみりんを使ってみてください。作り方は本みりん 200ml だと弱火から中火で3分から4分煮るだけ。アルコールが飛べば OK。 冷めたら少しとろみが出ます。冷蔵保存であれば 2,3 日持ちますよ。煮るのが面倒な人はレンチンでも OK。 耐熱容器にみりんを入れてラップをせずに加熱。 200ml であれば 600W で7分から8分が目安です。またゼロカロリー甘味料であるエリスリトールだとより砂糖の代用として使いやすいです。こちらはフランス産のエリスリトールで結構気に入ってるんですけど、最近こういうね、粒子が細かい、小麦粉みたいなぐらい細かいですね。はい、こういったエリスリトールもお菓子とかに使いやすいので、気に入って、楽天で買ってます。これは人工甘味料ではなくて、自然の甘味料なので、安心安全。キシリトールと同じ糖アルコールという種類の糖質で血糖値を上げないんですね。私がおすすめするみりんとエリスリトールは概要欄でもご紹介しておきますので、この動画終わった後にね、気になる方はチェックしてみてください。お菓子中毒のリセット法ステップ2。自然な甘みのものを摂る。普段の料理で使う甘味料が意識できてくると、少しずつ甘いものを過剰に欲する味覚は落ち着いてきているはずです。そこで、ステップ2。では、甘味料たっぷりのお菓子の代わりに、自然な甘みの甘食にチェンジしていきましょう。そもそも皆さんは、甘食イコールお菓子と考えていませんか？そこの私ももちろんそうでございました。しかし、甘食とは本来食事と食事の間に、栄養を補給するもの。なので、できるだけ栄養があるものを取り入れることがダイエットにおいて大事なんです。例えば、こういう干し芋とかね。私はいつもジップロックに入れて保存してます。あと、朝から焼き芋も食べました。あと、栗とか果物も今日2缶食べたかな。これらは甘味料が含まれていない上、食物繊維が豊富なので、血糖値が急上昇しにくい。つまり脂肪になりにくい。しかも自然な甘みがあるので中毒性を抑えながら甘いものの欲求も満たすことができるんです。つまりこれで無理なくデブ味覚とさよならできる。その上食物繊維やビタミン、ミネラルといった栄養も豊富なのでむしろダイエットや健康のサポートもしてくれるんです。ただ糖質が低いというわけではありません。なので食べ過ぎれば当然太ります。そのため小皿に盛って温かい飲み物と一緒にゆっくり味わって食べるようにしてくださいね。目安としては1日につき拳1つ分程度までにしていきましょう。私がおすすめしている干し芋もまた概要欄に貼っておくので気になる方は参考にしてみてください。お菓子中毒のリセット法ステップ3。低糖質で栄養のあるものを摂る。自然な甘みの感触で満足できるようになり、デブ味覚から卒業できたらいよいよ最終ステップです。糖質が低く栄養のある間食にチャレンジしてみましょう。なぜなら太る大きな要因は糖質の摂りすぎだからです。それは先ほどお伝えしたように糖質を摂りすぎて血糖値を急上昇させることも一因です。血糖値を下げるために分泌されるインスリンが糖質を脂肪として蓄積させる作用がありますからね。ただ一気に摂りすぎていなくっても1日のトータル量として糖質を摂りすぎてしまうのも NG なんです。それは人がエネルギーとして消費できる糖質の量は限られているから。というのもエネルギー消費できなかった分の糖質は肝臓や筋肉の糖質タンクに蓄えられているんですが、このタンクを超えた分は血液に中性脂肪として蓄えられます。
そしてこの状態が1週間ほど続くと体脂肪になってしまうんです。なのでデブ味覚を変容するためだけではなく、ダイエットをしっかり進めるためには糖質を適量にすることが大事なポイント。そこでおすすめしたいのが、ナッツとかこういった小魚とかチーズ、低糖質かつ栄養のある食べ物。とはいえ、そんな間食じゃ物足りないと思った方も多いのではないでしょうか。しかし、自然な甘みで満足できる味覚になっていれば、それほど無理なくステップアップできると思いますよ。私のダイエット講座の受講生様を見ていても、お菓子よりナッツの方が美味しく感じる、市販のお菓子は甘すぎて毎日食べられないと変化する方も多いです。しかもこれらは栄養豊富な上、満腹感が得られやすいので、むしろ食べた方がダイエットが進みやすくなると言ってもいいほどです。私のね、おすすめのナッツとか小魚は概要欄にも貼っておきます。ちなみに、ナッツのダイエット効果や詳しい取り入れ方については、こちらの動画でご紹介しております。こちらも概要欄から見てみてください。天然の痩せ薬、1日 20g 食べるだけで一生太らない体質に、ダイエット講師がおすすめする痩せ食という動画です。他にも私の食べて痩せる食事法をたったの3ステップで学んでやってみて、ダイエットから卒業したいわという方は私の無料公式 LINE がおすすめです。今なら小学館から 5.5 万部発行されております、ズボラ就職ダイエットの書籍のプレゼントを人数限定でやっていたり、あと2冊目ですね、マガジンハウスから出ております、痩せ調味料ダイエットのお得なキャンペーン、私が普段食べているレシピのプレゼントや、私の無料オンライン勉強会など、LINE からすべてご案内しております。概要欄からお友達追加して、あなたのダイエットにぜひお役立てください。では、チャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー保健師の松田理恵でした。じゃあね、バイバーイ。